オリオールズ移籍後の藤浪投手にデータ上明らかな変化が起きている。移籍後は東海岸都市ばかりで投げる中、すべての球種のスピンレートが向上してるのだ。東海岸地域の夏は日本同様、高温多湿が特徴で、憶測にはなるが、オークランドで投げていた時よりボールが手に馴染んでいるのではないかという声が上がっている。シンプルに平均球速も6月以降だいぶ上がってるからやろ。基本的にスピンレートは球速の上がり下がりに比例するもんやし、アメリカ行ったばかりより、かなりフォームも変わってるよな。それが、ふっとしたのが大きい。藤浪を改造したのはアスレチックスやろ。藤浪慎太郎奪三振ショー。ストレートもスプリットもキレキレ。今日の藤浪はかっこよかったわ。今は落ち着いて自信満々に投げてるから、腕の振りがめっちゃいいよな。際どいコースにバンバン入ってて草。もうガチャとかじゃなくなってきてる。ついつい見てしまう藤。2回4奪三振は普通にバケモン。やっぱり中継ぎが最適やったんか、それでもすごいな。ストレートとスプリットで緩急をつけるバケモン。今日の試合に出たピッチャー全員での奪三振数がオリオールズ史上最多だったらしいけど間違いなく貢献してるな。インコースのボール球振らせた後、真ん中200マイルで相手動けず三振はかっこよすぎるんよ。ナイスピッチング。フォームが安定していて、いかにもストライク入りそうな投げ方やな。何を変えたのか知りたい。藤浪が水があったのか、MLB のコーチング方法で修正できたのかわからないけど、阪神時代より明らかに改善されてよかった。腕を全力で振るのをやめたことの方が関係してそうなんだけどな。気候がこうまでも影響するのか。藤浪は湿度高めの方がいいってことなのか。フォーシーム低めに集まってるしスライダーもいい感じやな。まだ制球は安定とは言えないけどなんかやっと覚醒してきた感あるね。たまらん。ここから覚醒してどんどん活躍してほしい。